10月19日は日ソ国交回復の日。昭和31年1956年10月19日、日ソ共同宣言が調印されました。日ソ共同宣言はモスクワのクレムリンで、日本の鳩山一郎首相とソ連のブルガーニン首相によって結ばれています。ソ連はサンフランシスコ平和条約に調印しておらず、日本とソ連は正式には戦争状態が終わっていない状態でした。日ソ共同宣言により日本とソ連の国交が回復し、関係も正常化したのですが、北方領土問題は棚上げされたままで問題は続きます。北方領土問題を残したことを否定的に見る意見も多いみたいだけど、お姉さんはむしろ評価できると思うな。北方領土問題をこじらせて日ソの関係改善を遅らせるよりも、どうしようもないところは棚上げしてさっさと成果を得た方がいいもの。日ソ共同宣言によってソ連との軋轢がなくなった日本は、これで晴れて国連に加盟することができたということよ。10月17日は他にもこんな記念日に制定されています。気になるのがあったら本編動画も参照してみてください。